あ、どうもこんにちは。すごい。綺麗ですね。素敵に見えるよ。あ、俺様ね。あ、もう大丈夫です。はい。全然ごめんなさい。はい。この。します。はい、赤井先生です。ようこそ。どうも、今日はありがとうございます。お願いします。2023も桜のこの食の会が始まりまして、まず桜なんですけれども、目の前にあるこのピンク色の濃いのが横浜火桜と言いまして、ここ1日2日前ですかね、東京も開花宣言出まして、まあ、開花宣言の僕っていうのはソメイヨシノなんですけれども、珍しい横浜火桜、そしてちょっと頭の上の方なんですけれども、色の薄いお花の大きいのが都桜、これ僕も毎年行けたいんですけれども、本当に数年に一度貴重品種でして、今年見ていただけるのはここの場所だけで、はい、そして裏側の通路側が、紅彼岸桜、ちょうどこう彼岸のちょっと前なんですけれども、約、1週間ぐらい早めにこの3種類の桜で、今日は始めていきたいと思ってますので、ね、大将よろしくお願いします。お願いします。失礼します。タコから、はい、どうぞ。どうぞ、タコから、そのまま召し上がれますので、失礼します。ボタンの器ください。失礼します。ボタン指です。失礼します。すみません。これもしよかったらスープ飲んでもらっても大丈夫ですからね。はい。お腹いっぱいになってお願いします。ボタンエビ、北海道マシケです。なんかね、しらす解禁になったのね。はい、ダメなんですか、全然まだ。なのにね、明日ほら雨じゃない。はい。今日全然取れなかったのよ。あ、今ホタルイカも全然取れないんですよ。はい。しらす丼美味しいですもんね。ね、本当に美味しい。今毛ガニですね。だけど今越前ガニとか今日入れたんだけど、松葉ガニとかもう終わり間際なんで結構ガンと下がって美味しく食べれますよ。はい、僕だ今日帰ってきましたね。何ガニが好きかって話。僕も毛ガニ好きですね。毛ガニ。やっぱタラバとかは食べないですね。なんか大味というか、毛ガニかね、ズワイか。そうだね。失礼します。肝です。これあん肝、わさびつけていってください。あん肝です。失礼します。あん肝、失礼します。もうそのまま召し上がってください。ちょっと甘く感じると思います。あとすごくねっとりとして。濃厚なあん肝です。フィッシュフォアグラ。はい。14台もう一つ。はい、わかりました。14台もう一つ。ね、綺麗ですね。あ、なんかおにぎりに連れてってもらったらフレンチ。そうですね。そうですね。でさ、バタバタしたり、なんかいろいろするっていうのさ、この。よくないことをすごい言うわけだから笑っちゃってなんか良くないことしてないので大丈夫だと思いますね。なんか遊び人だからとか最初に会う前に言われてて、いいよな。ほら入ってる正午ちゃんです。あの人がいなければもう死んで足りないみたいな。それもパパが今、いたんだよね。で、結局、そのゴルフ場の近くの病院、そこに行ったら、もう多分、後遺症残って、どうにかしたみたいなさ、パパ。怖くない？白子です。トラフグの白子です。ちょっとスプーンで混ぜながら、下にシャリが入ってます。ください。白子すごいいい白子です。トラフグですね。まあ、フグの白子でもね、やっぱりピンキリです。全然味がない水っぽいのもあれば、これは濃厚だと思います。はい、高梨の握り途中からちょっと入るんで、高梨が四谷でやってもうすぐはい。知名度上がったらもうどんどん伸びてくると思います。真面目なんで四谷のお店あるんですよね。四谷でちょっとやらせようかなと思って、はい、ぜひそっちはもううちに来たことある人だけしか入れないようにして、そういうふうにして失礼します。イカです。これが春子鯛ですね。なんか春らしいですよね。この皮目が。この皮目の色と桜の色がね、リンクして。綺麗だな、本当。一年中あるネタなんだけど、やっぱ春が一番しっくりきますね。大阪伊東木どこ行ったんだっけな。あそこだ、焼き鳥だ。みくりっていう焼き鳥屋さん。みくりと、あとは角屋、豚足屋さん。豚足の。あそこ良かったですよ。あそこで、はい。でスープが最後出るんですよ。あれ注文なんか裏メニューかなんかですね。これクエです。クエ。ね、いいクイズですね。これで2週間ほど。クエ。買おうとしてたの。でもどっから来てる人？カナダ。トロントは魚美味しいよね。バンクーバー、あ、トロントはないのか。バンクーバーあたりがやっぱいいんだよね。やっぱ。綺麗だな、サヨリ。綺麗、サヨリ。ね、綺麗ですね。食感もいいしね、甘みもあって。透明感がね、すごい、はい。はい。はい。うん。あ、行きたかった寿司屋に行けたんですか、昨日。行きたかった寿司屋に行けたんだけど。何が違うんですかね、やっぱね、ネタも違うし、シャリも違うし。なんか使ってるものとシャリは一緒でもね、やっぱりそのなんかその人の情熱というかね、やっぱ、やっぱりもう仕事、ただの仕事で淡々とやってる人と寿司が好きで握ってる人って味が違うんですよね、やっぱり。寿司屋で結構今人気があるとこで、どことは言わないけど、なんかすげえここ人気あるなって思ってて、なんでこんな人気あるんだろうここの店って思うところやっぱ多々ありますよ、やっぱり。だけどまあなんか僕も行ったことないけど、なんか多分あるんでしょうね、魅力が他にあると思います。でだけど寿司は多分好きじゃないだろうなこの人っていう人は、僕はやっぱ寿司好きですからね、好きでやってるから、好きでやってんのとただ仕事としてやってるのはまた違いますよね、やっぱ寿司好きなんでね、本当。あ、すみません、行ったね、ごめんなさい、どうぞ。すみません。カツオです。カツオ、ボニート、これですね、カツオ。ちょっとこの後高梨行きます。はい、いらっしゃい。ありがとうございます。すごいしっかり握るんで、美味しいと思います。大丈夫です。前でも言ってないですね。頭は。食べれます？ちっちゃい。ね、あります。待ってました。美味しかった。わー。最後カニ。ちょっとカニがちょっとね。結構いろいろ残るんですよね。たまに筋が。多分大丈夫だと思うんだけど。お願いします。お願いします。カニは最後食べれます？カニ食べれる？大丈夫ですか？わかりました。まあいっぱいもうお腹いっぱいで食べても美味しくないんで。大丈夫。いやいや別腹。デザートみたいなもんだね。カニちゃんは。もちろん。アナゴです。どうぞ。冷たいのでいいですか。はい。冷たいお茶ね。差し替えです。カニです。失礼します。これ越前ガニです。あとカニですね。ここで一通りです。カニとシャリが同量、本当一対一ぐらいですね。でもカニの方がちょっと多いかな。6、4ぐらい。赤い。ありがとうございました。まさしく僕が思う美味しいものを食べて一番究極の花火っていうような感じでありがとうございました。